エフレム・ジンバリスト・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優、声優、ニューヨーク生まれ、父、エフレム・ジンバリストは有名なバイオリニスト、母、アルマ・グルックは、オペラ歌手という家庭に育った、イエール大学出身、ネイバンフット・プレイハウスで演技を学び、アメリカンレパートリー劇団で、ヘンリー・ゴセイ、ヘッタ、ガブラーなどの舞台に立った。1957年に、映画会社、 ワーナーブラザースと専属契約を結び、翌1958年から1964年まで、TB a が、サンセット77シリーズで主役の私立探偵、スチュアートベリーを演じ、1965年から1974年まで、FBI アメリカ連邦警察シリーズで、同じく主役の捜査官、ルイス・アースキンを演じた。その間には、同じワーナーの t シリーズ、 マーベリック、シュガーフット、ブロンコ、ハワイアンアイ、その他にも、ローハイド、ヒッチコック劇場にもゲスト出演して、その後も、ホテル、ゾロに出演し、晩年には、バットマン、スパイダーマン、スーパーマンなどの t v シリーズで声優として2008年まで、テレビで長く活躍した。娘のステファニー・ジン・バリストも、女優で、彼女が主演した t v シリーズ、探偵レミントン・スティールで、 父親の彼がゲスト出演したこともある。映画でもオードリー・ヘプバーン主演の暗くなるまで待ってで夫を演じ、エアポート75では機長を演じている。2014年5月2日に95歳で死去。ありがとうございます。